世界で一番お姫様その位置いつもと違う髪型に気がつくことその2ちゃんと靴まで見ることいいねその3私の一言には3つの言葉で返事することわかったら右手がお留守なのをなんとかして別にわがままなんて言ってないんだから君に心から思ってほしいのから言って世界で一番お姫様気がついてねえねえ待たせるなんて今すぐによチェックランス欠点かわいいの間違いでしょ文句は許しませんのあのね私の話ちゃんと聞いてるちょっとあそれとね白いお馬さん決まってるでしょ迎えに来てわかったらかしづいて手を取ってお姫様って別にわがままなんて言ってないんだからでもね少しくらいしたってくれたっていいのよ世界で私だけの王子様気がついてほらほらお手卵のとろけるプリンみんなみんな我慢しますわがままな子だと思わないで私だってやればできるもん後で後悔するわよ当然ですだって私は